ばんは。ずいぶん寒くなってきました。寒いので厚着になってます。今日も開封動画です。この前アクションカメラ開封動画したんですけど、あちら気に入らなかったので、まあ、色がっていうのは、まあ、色はね、あの編集の時に変えられるのでどうってことないんですけど、どうしても AVI だっていうところが。で、今日も開封動画です。で、また買いました。 Amazon さんです。よっ、さて、大きい入れ物ですけど、同じようなもの。これでまた AB1 だったら私誇りますよ。そっくりですけど、どうなんでしょうけど。これはもう先にメーカーに問い合わせました。ちゃんと MP4 って書いてあるけど大丈夫ですかって問い合わせました。MP4 だって書いてあるでしょっていう返事が来ましたが、まだまだ安心できません。それでは開封いたします。こう Amazon さん特有ですよね、こういうの。よいしょ。この包装の仕方、はい、この包装もそっくりですけど、本当に大丈夫でしょうかね。私本当心配ですけど、よいしょ。なんか包装もほとんどなんか似たような感じですけど、同じような全く同じ感じなんですけど大丈夫ですかね。なんか嫌な予感がしないでもないですけど、あまりにそっくりで。カメラはこちらです。お、やっぱちょっと違いま、違って当然か。このお弁当箱みたいなところも違いますし、まあ替えの、これ替えはこれ、やっぱ替えですよね。でもちょっと漢字、ここについてるのと漢字が違う替えがついてます。で、同じくパーツですよね。パーツ、これは 何するのかしらね。この辺のパーツはみんな、あのさっきのアクションカメラと全く同じですね。まあ、使い方も似たようなものなんだと思います。あ、これも同じですね。これも同じです。棒とか、あの自転車とかにくっつけられるようになってます。これもパーツですね。これは USB とつなぐやつ。そしてマジックテープも同じようについてます。ほとんどパーツは同じです。よいしょ。結束バンドも同じですね。で、説明書きこのパーツじゃないこの部分も同じですね。はい、こちら説明書きです。これ白い方がいいな。黒を買ったんですけど、これも安いので安売りになってたんです。黒だけ。この前のやつの方がゴールドで色可愛かったですよね。パー、説明書きすごくなんかシンプル、こんだけしかないです。しかも英語のみかな。これで今日はちょっといろいろ試していきたいと思います。今度こそ MP1 でありますように。それでは細かいパーツについて説明しておきます。これもパカッて開きました。どうやって開けるかというと、これはこうはまってたので、これを無理やりパカッて開けて、無理やりというか、で結構これ頑丈だったので、この状態から開けるのが結構大変でした。これどうしてこれが替えになるのかよくわからないんですけど、ここはめ替えてするわけですよね。これはここに多分あれ何か通せるんですね。穴が、これは穴ですね。穴が開いてるので、これに変えることによって、あ、マジックテープ通せるのかなと思ったりしますけど。で、この説明書ちょっと見た方がいいのかな。このでっかいこれ、
こうやってベルトにつけたりすることもできるみたいですね。これが何に使うんだろう。あ、ここになんか USB、Wi-Fi とかそういうのに関係するのかな。この前とパーツ的にはそう変わらないと思います。まあここですよね。これくるくるって外して他のに変えられる。ポールとか自転車とかにくっつけるときに使うやつですね。これはマジックテープで、これこの前と一緒ですね。こうパカってはめて、パカってはめて、でまあこう上からでも下からでも三脚に回し入れることができます。この辺のパーツも同じですね。くるくるっとして。あ、よかった。これもありました。クリップ。カチッって入って、クリップでどこでも止まるとこであれば止められるっていう代物ですね。あれ、これはあれですの。リモコンがないです。リモコンがある分、前のカメラの方が良かったかなと思うんですけど。これをもうあれですかね、両面テープくっついてますので、ドラレコ代わりにするときにペチャッと、まあ車だけじゃなくていいと思うんですけど、窓辺のところにビタッと貼って、まあ、監視カメラ代わりにするとか、フロントグラスの上とかに貼り付けてですね、ドラレコ代わりにすることができるんだと思います。こういったこういったパーツですよね。こういったパーツを組み合わせることによって回りますから、カメラの角度を変えることができます。このカメラ、このスポーツカメラ、先日のアクションカメラに比べまして、スイッチがさらに少なくなってる感じがするんですけど、同じかな、ここ2つあるし、まあ、スイッチも数一緒か。ただなんかバッテリーが充電された状態で来てないので電源入らなくて、今これパソコンにつないだとこです。パソコンにつなげば電源入ると思います。電源入りましたね。ちょっと暗くして見ていきましょうかね。はい、これで画面見えますよね。USB モードに現在 USB でつないでるからなってますね。あれ、もう消えちゃったの？これ以外に何かできないの？ USB モード、PC カメラ、チャージングモード。これ光ってるのはチャージングモードですよということなんでしょうか？あとなんか、まあ、とりあえず撮影してみたいんですが、にゃん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 いないですか？にゃんにゃんいないんですかね。来ないですね。ちょっと映してみ見れるんでしょうかね。 TF って私メモリーカード入れましたけど、じゃあこの前の経験からして同じような作りになってるとすれば、再度触ってみるのも手かな。よう分かりません。 TF って何ですの？嫌がられてるんですかね。この前使ったやつだからダメなのかな。初期化されてないからダメなのかな。OK ってレコーディングはどうするんですかね。嫌とか言われてますよ。この前は推しの頃
これとバイバイと言われてしまいました。バイバイしたくないんですけど、しかもなんかドライブが正しくインソールされませんでしたとか言われちゃいましたけど、これをどうやったら下に動かせるんですかね。あ、下に動かすことここでできました。この右側にスイッチが2つあります。これで上下動くみたいです。 PC カメラ、腕でチャージングで USB モードが、あ、 DF が USB モードなんですね。チャージモード、 PC カメラ、その他にどういうのがあるんですかね。ここのスイッチはこれ1個しかないですね。で、これ上にやってもこのやっぱり上下だけですね。それ以外となると、お、今これで、あ、レコーディングモードになったみたいです。にゃんにゃん、いないですか。にゃんにゃん映してあげようと思ってるのにいないですね。手元しかこれじゃ映んないですね。映ってるみたいですけど、これで3、2、1、ちょろ、消えました。どうして消えたんですか。なぜ消えるんですか。それがよくわからないですね。なんで消えるんですかね。映ったんじゃないの。一時消えられるの嫌ですよね。省エネモードなんですかね。向こうのアクションカメラの方はずっと回し続けることができて、後でファイルを見たらキレキレになってましたね。だから長く撮影するとキレキレの小さなファイルになるので、後で編集で集めないといけなかったんですけど、これもそうなんでしょうかね。こんだけで切れちゃう、電源落ちちゃうんでしょうか。なんかイライバー続きいくのかな。あ、続き回ってますね。30、32と、まあ、モニター部分が消えて省エネになるということでしょうか。で、前のアクションカメラの場合、市販の安いバッテリーがはまったんですけども、このスポーツカメラの方は市販のバッテリーが使えないみたいなので、こうやってパソコンにつないで充電するしかないみたいですね。で、そしてまあリモコンがないというのもとても不便ですけど、映像が綺麗なんだったらこれでも十分いけるんじゃないのかなと思います。で、今撮影したのを今から紹介したいと思います。このまだ扱えてないんですけど、これ電源スイッチ長押ししないと電源が入らないんですけど、これすごいですよ。 170p じゃなくて 1080p とかにもなるみたいですね。これどうやって入ってきたかというと、この電源スイッチを軽く押すとこういう風に、いろいろ入ってきてくれるんです。これまあ、動画モードかどうかっていう、カメラモードかどうか、これ Wi-Fi とかいうのですね。あ、これ、あ、時間合わせたり、ランゲージ。コペキは何？これなんかうまく今のところ。で、そう動かす、上下動かしたり、ドアアップしたり、で横に伸ばしたり、縦に伸ばしたりできるみたいで、横のスイッチでやるんですけど、まあこんな風になってます。今ちょっと撮影で、手こずってますね。あと充電がで、なかなかできないので、充電できないっていうのがちょっと、
急速充電の機械が使えればいいんだけど、それが無理みたいなので、向こうのバッテリーを使えればいいんですけど、まあ作りとかバッテリーの大きさとかは似てますので、メーカーさんの方は使えないって言ってますけど、バッテリーも使えるかもしれないですね。ほとんどパーツも同じように使えるので、できた、撮影のした画像が綺麗かどうかというところが一番心配です。こんばんは、いつもご視聴ありがとうございます。今日はちょっとね、アクションカメラの試し撮りも兼ねてます。こちらがアクションカメラ、あ、スポーツカメラ、こっちがクーピックスですね。はい、ということです。こんばんは、いつもご視聴ありがとうございます。今日はちょっとね、アクションカメラの試し撮りも兼ねてます。こちらがアクションカメラ、あ、スポーツカメラ、こっちがクーピックスですね。はい、ということです。こんばんは、いつもご視聴ありがとうございます。今日はちょっとね、アクションカメラの試し撮りも兼ねてます。こちらがアクションカメラ、あ、スポーツカメラ、こっちがクーピックスですね。はい、ということです。こんばんは、いつもご視聴ありがとうございます。今日はちょっとね、アクションカメラの試し撮りも兼ねてます。こちらがアクションカメラ、あ、スポーツカメラ、こっちがクーピックスですね。はい、ということです。にゃん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 。はい、開封動画でした。本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見ご要望ご感想をコメントください。ではまたねー。